チャンネル東京オリンピック野球侍ジャパン決勝進出皆さん、準決勝、日本対韓国戦、長い時間生配信ご視聴ありがとうございました。ということで今終わったばっかりですけども、ここで里崎チャンネル総チェック。この準決勝の中身、事前に向けてどうすればいいのか里崎がいち早く解説します。ということでね、今回の試合5対2で、日本の勝ち。8回裏にね、山田哲人の満塁から走者一掃の、タイムリーツーベースで3点を取って、まあ完勝といった形になりましたけども、まあね、なかなかね1点入れなかったところで、まあ山本がね先発しましたけども、もう正直山本ね、あの配信見てくれた人は分かると思いますけど、まあ、山本由伸投げてる時点でもう勝ったなっていうね、もうずっと言い続けてきて本当に勝ったんでね、まあこれは予定通り佐々木的にはっていうところになりますけども、韓国のピッチャーね、コヨンピョね、こうちょっとサイドスロー気味のアンダースロー気味から投げてくるのでね、ちょっと日本打線全体的に、対応しきれなかったなっていうね、まあストレート、あとシンカー系、遅いチェンジアップ系みたいなシンカー系で、まあスライダーカーブっていったところがね、あのちょっとこうのらりくらりくる形で、やっぱ引っ張りにかかるとああいうピッチャーはやっぱ打ちにくいんですよね。でその中でもコヨンピョに対して、あのヤクルトの村上で坂本、この2人はね非常にいい形でバッティングね、あんまり引っ張りにかからないで反対方向を意識した、タイミングで待って遅い球を引っ張り込むっていうね、この遅いピッチャーを打つことのそのタイミングの取り方、非常に良かったんじゃないのかなと。で今日のねスタメン、で言えばちょっとね日本はスタメンを変えてきて、1番山田哲人、2番坂本で、3番 DH 吉田で、4番ライト鈴木で、5番ファースト浅村、6番センター柳田で、7番レフト近藤で、8番サード村上で、9番キャッチャー海斗、今日は菊池を引っ込めて、で山田哲人をセカンドで守らせて、で吉田を DH にして近藤をレフトで使うっていうね、オーダーで来ましたけども、まあその中でね、なかなか点取れないで、まあ山本もね、あの立ち上がりちょっとね、フォアボール、そしてヒットとねピンチを迎えましたけど、まあこのねドミニカ戦もそうだったけど、このアメリカ戦もか、初回のバタバタの中、このね、あ、アメリカ戦はマーク初回立ち上がり良かったか、前半のちょ立ち上がりの中で、これもたもたするけど失点しなかったのが、まあ、この東京オリンピック、ここまで良かったかなと。ね、この初回も、パクヘミン、ね、フォアボール。で、ワンアウトからイ・ジョンフか、にヒットを打たれて、ワンアウトに三塁になって、4番のヤン・ウィジ、で、キム・ヒョンス、この2人をね、連続で三振取れたっていうね、ところは非常に粘り強く良かったかなと。で、3回裏ね、先制するんだけども、ここでね、やっぱ村上がヒット。で、甲斐がね、送りバントなかなか成功できなくて、追い込まれて、軽打でライト前。これも非常にね、良かったなっていうね。で、ノーアウト一塁になって、山田哲人がバントで送りバント。で、ワンアウト二三塁ね、同じような状況になって、韓国はそこ三振三振だったけども、ここで坂本がしっかり引きつけて、引っ張りにかからないでセンターに犠牲フライ。で、この坂本とこの村上の、このアンダースロー系への対応っていうのは、非常に本当にね、良かったかなと。全体的にね、で、ここでね、あの、吉田もフォアボールで、鈴木誠也がね、全体的にやっぱちょっとタイミング、合わしきれてないかなっていうところがあるんですけども、4番外したらっていう声あるかもわかんないですけど、このね、やっぱオリンピックは24人のメンバー、で、ベンチが今日も栗原、梅野、で、菊池、源田っていうところで考えると、鈴木を外して誰かを入れ込んで、途中からのやつでうまく回せ込める、ちょっと戦略的にもう見当たらないんで、もうここは4番鈴木にね、もう心中です。これがね、一番いい方針。でね、アメリカ戦で打つかもわかんないんで、もうそこはね、信じて、もうそこをね、据えていくしかない。でも結構キーポイントで、この鈴木誠也にチャンスで回ってくるんで、この1本打てるかどうかっていうところがね、決勝戦でもかなりキーポイントになるかなと、思います。でね、5回裏、ね、ここでも山田哲人がね、センターツーベース。あとこのセンターのパクヘミン、あの、中途半端に終わりでいくの、バッと。もうあのテンション下がるね。まあ相手、ね、韓国だけどね。で、ここで、ね、坂本が、バントのサイン出て、結構硬いね。オリンピック前はもう長打を打って打って打ちまくって勝ちに行くっていうようなね、声も聞こえたけども、結構硬い、作戦がね。まあ俺はバントが好きだからバントでもいいんだけど、で、ここで坂本がね、バントしきれず、で、打ちに行ってライトフライで犠牲フライで進塁打。だからこういったところもね、この1打席目の、あの、あ、2打席目か、の犠牲フライと同じように反対方向を意識したことによって犠牲フライ、ね、あの、進塁打の、あの、ライトフライ打ってるんで、まあ対応としては良かったかなと。でね、吉田正尚がきっちりワンアウト三塁から、センター前タイムリーヒット。で、まあ、鈴木誠也が三振。で、浅村三振とね、潰れて。まあ、やっぱりこのね、坂本、そして、
やっぱ村上がね本当に良かったなっていうね。でこれいい形でとっておっとこれも山本投げてて状態いいからこれはもう楽勝で勝ったなっていうところでね、2回表ね、先頭1番パクヘミンがレフト前ヒットで、ここでね近藤がなんてことないレフトゴロをあのファンブルしてランナーセカンドだから、ここねパクヘミンもよくねその状況そのミスしたことについてしっかりねセカンド行けた、あの走塁はね非常に素晴らしかったかなと思いますけど、あのちょっとポロンチョがねちょっと北京のジジイと被ったなっていうね、あれこれちょっと失点した流れ危なくなるんちゃうかっていうところで、2番のねカーンペクホねレフトへのタイムリーね、あのフォークボール低め非常に良かったですけど、あれを引っ張りかかないで反対方向っていうね非常にいいバッティング、しかもノーアウト二塁からあこれ回したなって言ったところで、このパクヘミンね足速くてで若干ねホームに微妙なねバウンドになってし、あれはさすがにキャッチャー取れないね。で万が一あれ取れててもタイミング的にセーフだったかなと。でここで何が良かったかっていうと、この山本由伸がその冒頭をしっかり後ろでカバーリングしたっていうね、あれセカンドに行かなかったっていうのは非常に良かったかなと。あこれで1点差でいけるかなって思ったところ、3番のイジョンフにライト前ヒットで1・3塁になって、ヤンウィジ空振り三振取るけども、このキム・ホンシュのところでピッチャー交代岩崎ね、岩崎がいい悪いじゃなくて俺は変えてほしくなかったかなっていうね、山本由伸で心中でもよかったんちゃうかと思いましたけど、これはねもうあの後付けじゃなくてあのちゃんと生配信のライブ内でも言ってるんで、そこはねぜひ確認してもらいたい。でここでね高めだけ怖いなって言ってたでしょ、高めだけ怖いなっていうのを言ってて、スライダーが高めに浮いて、でそこをねあのキム・ヒョンスに同点タイムリーって言ってね、こう2点取られてあちゃちゃちゃみたいなね感じになりましたけど、その後ねオジェイル、そしてオジファン、この、ね、2者連続岩崎も、ね、しっかり三振取って、その、ね、引き分けのままで終われたっていうのは、ね、非常に大きかったかなと。で、まあ、そこからは、ね、ランナー出しつつもこう点を入れられないっていうところが、ね、両チーム続く中で来ました、8回裏、ね、でこの、ね、やっぱ7回からの、ね、伊藤大海グピッチね、非常に良かったかなと。まあ、ここもね、袴田さんと話してて、まあ、タイブレイクがあるから1イニングじゃもったいないよねと。ここはもう2イニングいって、で、タイブレイクになった時に、平9回、で、10回栗林で、またね、1回タイブレイク戦ってるから、この流れでいくと、やっぱり、伊藤大海は買いまたぎだよねって言ってね、まあ、結局買いまたぎになって、で、8回裏に逆転したんでね、平挟まないで栗林っていう形になりましたけども、この2イニングのね、伊藤大海のピッチング、非常に素晴らしかったかなと。で、8回裏ね、先頭ね、浅村が三振。で、柳田がレフト前ヒット。で、ここでよ、ここで問題のプレーが。近藤がね、ファーストゴロを打って、3、6、1のダブルプレー。このね、ピッチャーの高速、ね、ファーストベース踏めなくて、ダブルプレーならずっていう。このね、こういうミスが命取りになるんちゃうかって言ったところがね、まさにそのようになったけども、ファーストベース踏んどきゃ、アウトだったのに、何回も探しながらベースに触れられず、ね、その間に近藤がファースト入って、で、セーフ。で多分ね、近藤はね、あのプレーね、多分アウトと思ったと思うんだよね。アウトと思って、そのままフェアゾーン入って、そのまま守備位置のレフトに行こうとしてて、え、セーフなのっていう。で、韓国側がタッチしに行って、え、ライン越えてて入ってるから、アウトやないかっていうね。で、まあ、審判団が独自でリクエストしながら、ってなったけども、セカンドに行く動作がなかったんで、多分セーフだと思うんだよね。でもあれは多分そのセーフと思わなかったんだと、今度はね。だからそういったところはやっぱり自分で決めないでちゃんとやっていかないと、今度もね、あのやっちゃったっていうね、そのエラーからのこのチャンスで1本っていうところで、ファーストゴロでダブルプレーやっちゃったっていう思いがあって、そういうちょっとネガティブな行動になったと思うけど、ああいうのちゃんとやらないと、あれ万が一アウトにされたらその後3点なかったわけだからね。そういったところは決勝戦も踏まえてジャッジを確認して、最後の最後まで無駄なくプレーっていうのをしっかりやってもらいたいなと、思います。でその後ね、セカンドでワイルドピッチ、ね、2個目のミス、一塁空いたため村上をね申告敬遠で、下位で勝負になったところでインコース全然投げられて、ストライクも投げててフォアボール、これはもうねバーッと意味ない村上の申告敬遠、しかもファーストベース踏めなかったこととで、ダブルプレーで終わってたのに終われなかった。でワイルドピッチでセカンドに行かれて村上申告敬遠で、下位に全くストライク入らないでフォアボールって、この申告敬遠した意味ないよね。で2アウト満塁になって、で山田哲人ね、もうこれね、でそれまでに投げた球もそうだけど、もうストレート投げるしかないのよ。変化球もそんなに言うほど精度良くなかったし、でもこれストレート投げるしかないな、しかもインコースに投げれないやろうなっていうところで、初球アウトコースになったのがシュート回転ど真ん中入ってきて、でもうね山田哲人がそれをね物見事1位の3でもうあとちょっとでね満塁ホームランって言ったところで、レフトのね左中間フェンチョクで、走者一掃の3点タイムリーツーベース、もう打った後の瞬間がプロスピやってる人は分かるけど、プロスピの確定ホームランの演出というような打ち方でした
全く同じので、これでね一気に決まって山田哲人っていうね、これで一番嬉しかったのは、まあ、近藤でしょうね。このミスもねあったけども、勝ったことによって笑って終えるっていうね、まあ、こういったところで、まあ、決勝戦ね同じミスをしないように頑張ってもらうことも大事だし、で若干9回ね栗林がちょっとストライク入られないでバタバタしたけども、まあ、3点差あるんでね、そこはきっちり抑え切ったかなっていうところもありますけど、まあ完勝だね。まあ正直ね、まあ一つ言えば、まあ、岩崎がいい悪いじゃなくて、俺は山本由伸っていう絶対的エースはあそこは続投でよかったんじゃないのかなって個人的にも思うし、結構ね、まあ、バントは俺は別に反対派じゃないけど、その甲斐とかね坂本バントできなかった、その後ヒットになった、ね、ライトフライ打って進塁させた、その後のバッティングは本当に素晴らしいしいいカバーだったけども、ああいうのもちゃんと決めていかないと、結果的に良かったけども結果的に良くないパターンに触れた場合リズムがどんどん悪くなるから、まあ、作戦面的にはやる方はきっちり1回ずつでやっていかないと、結果 OK じゃ、ね、万が一の国際大会トーナメントの一発勝負っていうのは何があるか分かんないから、やっぱサイン通りしっかりやっていかなきゃいけないし、それができないんだったらベンチもバントのサイン出すことをやめなきゃいけないし、まあどっちかをしっかりやらないといけないっていうところで、も選手としてはやっぱりこのサインが出て決められたことっていうのはしっかりやらなきゃいけない。あと栗林ももうちょっと落ち着いて、3点差もあったからね、次決勝でもね9回投げるんだから、もうちょっと落ち着いて自分のリズムで投げ急がないようにね、もうちょっと修正ね、まだ明日1日休んで、でね、試合あるんでそこをうまく調整してもらいたいなと。でまた明日ねアメリカ対韓国が試合して、どっちが出てきた来るか分かんないけども、スコアラーもそこもしっかり勉強してね、でそれをもう一回フィードバックして決勝戦に備えたいなと。やっぱであと基本的にやっぱね守備のミスがねやっぱ日本は少ない、ね、今日ちょっとコンちゃんやっちゃったけどね、ファーストの浅村のねこう1、2以下のナイスプレーっていうのもあったし、トータル的にあとちょっと回ね栗林のカーブね、パスボール気味のあったけど、ああいうのもやっぱちゃんとしてやっとかないと、勝負どころでミスしたら終わりだから、そういったところのね、コミュニケーション、安心感っていうところも大事だから、そういうできることは、ね、森の山本由伸のパーンって上行ったら、あれは無理ね。あれは無理だけど、やっぱできることはね、しっかりやっていかなきゃいけないんで、そういうのはね、しっかりやって、決勝戦に臨みたいねと。でもまあね、この接戦をね、ものにしても、勝ってるんで、やっぱいい流れは来てると思う。で、ベンチの流れもいいしね。でしっかり山本由伸で勝った。で、まあ決勝戦はね、先発多分森下だと思うけども、もう総力戦でね、勝ちに行って、金メダルね、ぜひ取ってもらいたいと思います。ということで、日本対韓国戦準決勝、佐々木総チェックがありましたけども、まあ今回のね、やっぱ一番のヒーローは最後ね、打った山田哲人、よく頑張ったなっていうところもあるし、下位打線から上位にチャンスをつなげた村上のね、ヒット。あ、ということで、ヤクルト勢が、今回はね、よく、頑張ったんじゃないのかなと。あと伊藤大海のねこの2イニングしっかり抑えたことがねつながってるんで、リリーフもねしっかりした投球できたんじゃないのかなと。だから今日の、佐々木的 MVP は村上と山田、そして、伊藤大海に捧げたいと思います。ナイスゲームでした。ということで今回あさってのね決勝戦も、佐々木生配信しますんで、ぜひ皆さんねご視聴よろしくお願いします。ということで残りはあと1戦、もう今度の試合は負けたら終わり、金メダルか銀メダルか、もちろん金メダルでしょう。頑張れ日本。